覚えていますか？六本木心中という曲、アン・ルイスさんの歌ですよね。かっこよかったですよね。現在63歳になるそうですが、すっかり姿を見かけなくなったのは、すでに芸能界を引退していたからなんですね。気になったので調べてみることにしました。アン・ルイスさん、彼女の半生はまさに波乱万丈でした。歌謡ロックの女王と呼ばれ、ラ・セゾン、六本木心中ほか、全盛期には、あの沢田研二さんと人気を二分するほどでした。しかし、意外にも、デビューはアイドル歌手だったとか。生まれたのは神戸。父は、米国海軍の軍人で、母が日本人のハーフ。横浜本牧のベイサイドコートで育ち、デビューのきっかけは14歳の時。横浜外国人墓地を散歩していた時、作詞家の中西玲さんにスカウトされたのです。当時から、その容姿と歌唱力の評価が高かったアン・ルイスさんですが、初ヒットしたのは、6曲目のグッバイ・マイ・ラブでした。切なくも甘い歌声は、今聴いてもアン・ルイスだとわかります。しかし、突如、バラードを歌う清純派のイメージから、180度のイメチェンをしたのはなぜでしょう。そこには、周囲の評価とは裏腹に、ある葛藤があったそうです。アン・ルイスさん、あの、ナイアガラメンバーの面々にサポートされて、ユーミン、甘い予感、山下達郎、恋の、ブギウギトレインや、竹内まりや、リンダなどで、ある程度の成功を手にしたのですが、もともとがバリバリのロック志向だった彼女。このままバラードばかり歌う歌手になってしまうのかと悩んだ末、出した結論が、女ジュリーになること。その最初の曲がラ・セゾンでした。すでに引退していた親友の山口百恵こと、三浦百恵さんに作詞を依頼し、本家ジュリーが作曲をしたこの曲は、彼女の最大のヒット曲となり、この曲でロックの女王が覚醒したのです。その後、作曲のオバディ、作詞伊藤銀次で、傑作ラブやが世に出ることに。その後は六本木心中、アーム上、ウーマンなどヒットを連発し、ちょい悪なロック色を強めていきました。そのキーポイントは何かというと、作詞が湯川玲子さんになったこと。六本木心中の歌詞などは、実際にアン・ルイスさんが、夜な夜な夜の六本木を、あの、モニカの吉川晃司さんを、連れ回していた光景を見て、ひらめいたのだとか、ちょい悪なイメージは実像だったわけです。この頃には、歌だけでなく、そのファッションもアイコンになるほどでした。でも、不思議なことに、ラブやはじめとする、歌謡ロックでの成功は意外にも出産後からだったんです。何か関係があるのか気になってさらに調べてみました。当時、セクシャルバイオレットナンバーワンでロックスターに上り詰めた故桑名正宏さんと結婚して生まれたのがミュージシャンの桑名ミュージさんでした。人気ロックスター同士の結婚でしたから、華やかだったその反面、その結婚生活は想像を絶するものだったといいます。実は、夫の桑名正宏さん、ロックスターの顔を持つ反面、意外な生い立ちを持っていたのです。桑名さんの実家は、大阪で1830年に開業した、孫文という大戦問屋で、戦後は桑名工業と屋号を変え、滑走漁業やゴルフ場経営などを手掛けていました。桑名さんの生家も大阪・手塚山にある700坪の豪邸で2人の女中がいるというセレブすぎる環境で育った生っ粋のお坊ちゃんだったのです。当然、しきたりなんかもうるさかったのでしょう。これまた生っ粋の米国スタイルのアン・ルイスさんが馴染めるわけがありません。出産後も夫婦の間では、酒を飲んでも2時には帰ればよい、という
ゆるいルールだったそうですが、そんなの名家では通用するはずもなく、当然嫁姑問題が勃発。満足に子育てもできない夜遊び好きの女と彼女のことを揶揄する姑。耐えられるわけがありません。しかしそれ以上にアンさんを悩ませたのが、夫で嫌いのロッカーの桑名正宏さんでした。酒を飲むと暴れ、浮気や薬物問題など絶えずスキャンダルを繰り返したのです。疲れ切ったアン・ルイスさんはたまらず家を出て別居することに。ずいぶん前から夫婦関係はダメになっていたと思う。別居を始めた時には終わっていた。それでもミュージのためにやり直せたらとも考えていた。そこにはやはり母親としての葛藤があったわけですね。その後、育休から芸能界復帰してすぐ、ラ・セゾンが大ヒットとなりましたが、その後やはり離婚。親権はアン・ルイスさんが持つことに。そんな中、六本木心中がロングヒットした上に、離婚してからヒットを連発したのです。皮肉なことに、家庭内が悪化すればするほどアン・ルイスさんの曲は売れまくったわけです。しかしその成功とは裏腹に、アン・ルイスさんはさらに苦しむことになったのです。ミュージさんがグレてしまったのです。しかもその原因はなんとアン・ルイスさんの育児放棄だったのです。アンさんは夜遊びに出かけたまま朝まで戻ってこないことも多く、時には男性を家まで連れ込むのも当たり前だったとか、こんなこともあったそうです。離婚後、タトゥー職人の恋人ができた時には、アンさんが小学5年生のミュージさんに、あんたもタトゥー入れなよと勧めたことがあったそうです。多感な時期のミュージさんの心はすっかりすさんでしまい、小学生にして家庭内暴力に手を染めていったといいます。でも母親らしい一面もあって、例えばハロウィンとかクリスマスとか感謝祭には息子のクラスメートにお菓子やプレゼントを手作りしたそうです。だからって決していい母親というわけでもなく、母親だけどやっぱりアン・ルイスだったといいます。ミュージさんが後に言ってた通り、ロックスターと母親の二面性ゆえに招いた悲劇だったのかもしれませんね。手を焼いたアン・ルイスさんは離婚後10年目にして息子を、すでに再婚していた元夫の桑名正宏さんに返すことにしたのです。身から出たサビとはいえ、昇進の彼女をさらなる不幸が襲うことに。原因不明の病気に襲われたのです。数年前から突然動悸や呼吸困難に襲われることはあったのですが、最後にはライブ直前になると極度の緊張状態から突然倒れてしまうほど悪化したのです。日本での診療では原因がわからなかったそうで、1999年芸能活動の休止を決断したわけです。そして米国帰国後に受診して初めて自身の病名が判明したのだとか。その病名とはパニック障害。今では一般的な病気ですが、当時の日本ではまだ知られておらず、だから原因不明だったのです。未だに完治せず、生活の拠点はロサンゼルスのまま、今は大好きな猫たちとゆっくり過ごしているのだとか。アン・ルイスさん、他にもいろいろありましたね。離婚したとはいえ、桑名正宏さんも2012年に脳幹出血で倒れ、意識不明となり、最後は心不全で亡くなりました。その時、どんな気持ちだったのでしょうか。彼女自身ばかりでなく、一世風靡した元夫の最後に、自身を重ねることもあったのではないでしょうか。せめてもの救いは、2013年に元夫と息子との3人共作で CD を発売したことでしょうか。それがアン・ルイスさんの芸能活動の最後だったといいます。いかがでしたか。
私はとにかくアン・ルイスさん、波乱万丈でロックすぎ、激しすぎて凝縮されすぎ、そう感じたと同時に、思うがままの究極の人生を歩いたという意味ではある意味羨ましくも感じました。これからもお元気で、ではまた次回お会いしましょう。